スカイラインですかね。そうですね、昭和51年の日産スカイライン、いわゆるケンメリというタイプですね。それの 2000cc GTX っていうグレードになりますね。まあ、この車ですね、もう20年以上放置してありまして、まあ、エンジンはかからないしブレーキは効かないといったような状況だったもんですから、まず私が基本的に機能的なところをですね、レストアするために今エンジンを一部分解して修理している状況です。すごいですね、こんな風になってるんですね。この40年ぐらい前の車で復活できるものなんですかね。できますね。まあ、基本車というのは全部基礎は同じっていうのもあるんですけど、ケンメリっていう車は人気がありますから、部品とかもですねまだまだ供給があるので、そうですね、いろいろ分解したり壊れてたりしてても修理は十分可能だと思います。すごいですね、ボディもところどころ傷んでますけど、でも綺麗に外はなりますもんね。そうですね、まあ、まず機能的なところを修理してからボディのレストアですかね。はい、まずエンジンをかかるかどうかというところからっていうところですね。まずタンクからですから、もう後ろも何もない、もう空っぽにしてあります。でタンクをこれ外すんです。なんでかというとガソリンが中で腐っちゃってて、ガソリンタンクなんですね。そうです、詰まっちゃってて、もうこれもエンジンかからない状態、原因の一つなんで、まずこれを洗浄からという感じですね。結構でもなんか綺麗ですね。ね、綺麗にしました。あ、すごいですね。まあこの年式としては相当なんか綺麗だと思います。外装はさすがにちょっとやれてますけどね。あるところにはあるんですね、こういった車は。そうですね、お宝ですよね。すごいですね。基本ノーマルの車なんですかね。はい。やはり旧車の価値っていうのはいじってあるのもそうなんですけど、純正前途してるっていうのが絶対条件だと思ってます。ですからこれもあまり社外の部品でですね、コテコテいじくるのではなくて、当時のように当時の状態にして走らせるっていうのが一番の価値だと思いますね。塗装ももうオリジナルの状態なんですかね。そうですね、今時こういう前にミラーがあるのもないですからね。そうですね、懐かしい感じですね。これがもう外した部品か何かな。そうです、これがいわゆるコンピューター制御でガソリンのね量とかを決めてる、いわゆるインジェクションの部品の一部なんですけどね、これはもう今回使えません。もう詰まっちゃってるんで、こういうのが全部ガソリンが出ないんです。ですからこれをこちらですね、これも中古になるんですけど、日産純正のキャブレター、これに変更します。なるほどですね。結構時間的にはどれぐらいかかるんですかね。 2,3 ヶ月は冬にかかるものなんですか、こういうのは。これを専門でガッと入ってしまえばもっとまあだいぶ短く済むんだと思うんですけど、この車はまあ、ボディの方の修理もだいぶ行うっていうことなので、もうエンジンとか下ろすかもしれないですね、これから。まあ、そうするとやはり数ヶ月はいっちゃうのかなという感じですね。でもお宝的な車なんですよね、きっと。そうですね、これが当時のような輝きを取り戻せば、まあ、相当な価値があるんじゃないかなと思いますね。こういうホイールも純正のまま普通手に入りませんから、それが残ってるっていうところが非常に価値がありますよね。楽しみな一台ですね、これは。そうですね、まあ、まず触ってて楽しいですしね、こういう車っていうのは。ケンメリは4ドアもあるんですかね。これ2ドアです。そうですね、4枚と2枚、まあ2枚の方が実は多いんですけど、はい、4枚のケンメリは希少なんですが、まあ、これは2ドアのタイプですね。はい、こういうのは直せるんですかね。穴は開いてますけど。これは実はもともとこの車のエンブレムが付いてた跡なんです。なるほどですね。で、サビマはそこそこありますけど、内側を見ると分かるんですけど、腐ってないんです。ああ。
ですから鉄板的に弱ってはいませんから、塗装を一度剥離して錆を落とせば十分修理は可能だと思います。再生できるわけですね。はい、穴が開いちゃうとね、さすがに鉄板の張り直しとかなっちゃうんですけどね。これ何ですか？これはですね、最近の車にはないんですけど、ここから内気の空気を抜くベントです。今の車ってバンパーの中とかにそういうのあるんですけど、昔の車なんでこういうのがついてるんですね。味がありますね。あとケンメリの場合は反対側のこれ給油口です。あ、ちょっと見てみます。はい、すごいですね。給油口が上の方にあるんですね。そうなんです。もう鍵がついてるんで一目だと思います。これでじゃあ鍵を回して外すと。そうですね。